5秒でできることって何かあれ？それは無料会でしょ。気になるやつはミュージックパフォーマンスで見たよ。いや、3年3組カタルフレッシュでは誰かを手にします。できてー。イエーイ。10月3年4組パフォーマンスは何てあります。クリスの声をご堪能ください。ぜひ来てください。中学1年2組スターライトワールドです。水を使って世界や日本の月や星座をします。できてね。ベイシーフェスティバル、月のイベントを展示します。中学1年3組に来てね。ワールドツアーです。クイズを解いて世界を旅します。つのように。来てね。中学2年5組でピーターパンの冒険アトラクションをします。ピーターパンと一緒に。冒険に出よう。スタジオ2組、ミステリーとタイムラプスをやります。ぜひ見に来てください。パーティーパーティーです。よろしくお願いします。テレビを見てくれる遊びに来てください。ラハウス、農協室で、お教室やってます。見に来てね。高校と1回、ビッグ野球版、ビールプレイヤー、ビールドーム。音楽喫茶、ラボ M、9月5日、ABR にて、ぜひ来てください。金魚エレイです。高校と吹き抜けでやってます。ぜひ来てください。アテンションプリーズ。中学オーケストラ行動にて、今年のテーマは世界旅行。ぜひ来てください。イエーイ。大より下です。今年は大会もあります。レッドボールでぜひ来てください。 USAVR 分かってるよ。来てください。スペースアーツ今年もやります。高校3年2組宇宙を冒険しよう。サンドボスです。すいません、やります。見に来いよ。ハイ病院ツアーリターンズ、俺たちに会いに来てね。ヤクルペイント、天使気持ちいい、深めオンリー、レッツレイ、カモン。かけるかける、僕ら人が飲みとこもやっちゃいます。中学校行きレッツレイ、みんな来てね。鬼です。桃太郎です。俺たちが主役の劇ピーチナイズ、中学2年1組で待ってます。中学2年2組でゼロ匹のゴースを上演します。見に来たまえ。中学2年4組ドントプレス劇です。中学と2年4組にて待ってるぜ。中学3年2組はジャパニーズアンサンブル、やはりここは苦しい。おーい、来てね。高校1年生のマリー君です。劇やります。場所は13ビート行動中央方。演劇部で7人の部長という劇を行動でやります。時間はこちら、見に来てください。野球場クラブでやってます。ウォーターボーイ。サブ部の藤川健です。お花火に来てください。それの高校1年生メンバーのぜひ来てください。イエーイ。高校1年4組で約束してます。イエーイ。勝利食堂です。高校1年4組で待ってます。コンペクショナーです。1日目やってます。見に来てください。パスタローです。なんと味が選べません。選べるよ。パスタローです。高校1年やってます。お手弁当。深め高校行ってみなさん。塩焼きそば。ぜひ来てください。ガッシュ。次ユージョンです。ペットボトルの貫通マジックやります。せーの。ぜひ見に来てください。実はそうなんだ。いい屋久島。福島についてくれました。社会科教室で待ってます。高校と2年5組でドローンの展示をします。ぜひ来てください。シプス王国際です。高校と2年5組で展示しています。ぜひ見に来てください。ポップインです。新月没でポップコーンしてます。ぜひ来てください。9月の映画日曜日は報道前にてラビットリターン日記でごめん。Thank you.
今年の総領祭は9月5日と6日に行われ、中学では約14個の企画が出ました。中学1年生は、ワールドツアーや世界の文化を中心とした展示、中学2年生は、学年全体が劇をやっていて、いろんな本やピーターパンなどを主体としてやっています。中学3年生は音楽やダイオウイカの展示など、中学最後の文化祭とあって張り切って仕事をしていました。私は中学3年生なので、今回の2日間の総領祭を、目いっぱい楽しんで、総領祭のテーマであるフレッシュ、お客さんをフレッシュにできればいいなと思います。僕たちミュージックパフォーマンスはお客さんと演技者全員で一つになるのを目標にして練習してきました。 We will get the first prize! イエーイ！緊張したけど自分たちにできる最高の演技ができたと思います。楽しかったです。せーの、やっほThank you.
韓国発祥のパフォーマンス、なんとやりました。はじめは苦戦することも多々ありましたが、みんなが協力してくれるおかげで最高のパフォーマンスができました。ありがとうございました。僕たちはトリックアートを展示しながらマジックショーをやっています。マジックの練習は本当に大変でしたが、いい結果が出せるように頑張りました。本当に面白い企画になっているので、ぜひ来てください。ここに何の変哲もないトランプがあります。とではこれをシャッフルしたいと思います。うまくないです。最近ようやくこんな風に言えちゃったかな。ではそこのメガネの美しい麗しい女子に一枚引いていただきましょう。メガネです。はい、では覚えてください。いいですか。ではそれをいただいて一番下に戻します。ではもう一回シャッフルします。では当ててみせたいと思います。でゲイ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 チキ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 でゲイゲイゲイ。はい、わかりました。あなたの選んだカードはこれですね。おお、すごい。以上です。あ
この劇は桃太郎と鬼の愛と友情の物語です。アクションシーンにこだわってめっちゃかっこよくてめっちゃ笑えます。他にも笑いどころは満載です。せーの、四季よろぴー。最初お前は僕ですか。ねえ早く、最初は弱いやつから行くの。さっさと行けってな。しょうがないな。あ、待って、サングラスは落ちてる。あ、わかったです。中学2年5組ではピーターパンのネバーランドの再現をしています。かわいいティーカーベルとかフック船、かっこいいフック船長とかいるのでぜひ来てください。中学3年3組カトリフレッシュでは巨大なイカとクジラを工作しました。イカは竹を切りに行って一から作ったのでとても大変でした。たくさんのお客さんがいっぱい来てくれたので最優秀賞を取れると思います。イエーイ。このメンバーで応じてきてまず最高でした。でも夏休み2ヶ月かかってここまでやってきたんですけど、まあここまでやってお客さんも喜んでくれたんで、まあやってよかったなって思ってます。まあ最高です。